ギラーヌ・ヌダウは、セネガル・ルフィスク出身の同国代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションはミッドフィールダー。FC 訴訟の下部組織でキャリアを始める。トップチームでは120試合以上に出場。2007年のクープ・ドゥ・フランス決勝では、フル出場を果たし、PK 戦の末オリンピックマルセイ洋を破った。2008年7月23日。 リーグアンに昇格した FC ナントに移籍したが1、シーズンでリーグズに降格した。2009から10シーズンはエースサンテティエンヌに期限付き移籍し、シーズン後にはオプションが自動行使され300万ユーロで完全移籍した。2011年1月24日、プリメーラディビシオンのレアルサラゴサにローンで加入した。同年8月23日には、 チャンピオンシップのバーミンガムシティ FC にレンタルされ UEFA ヨーロッパリーグの SC ブラガ戦でデビューした L で数試合に出場した後12月7日のハルシティ AFC 戦にてリーグデビューを飾ったキース・フェイヒーと共にバーミンガムの中盤でレギュラーの座を確立しアフリカネーションズカップ2012によってクラブを離脱する前の2012年1月6日に レンタル期間が延長された。グルーブリーグで早々に敗退したネーションズカップからクラブに帰還するとコンディションを崩した。4月10日のウエストハムユナイテッド FC 戦でハムストリングの故障が再発し67分で交代することを余儀なくされた。2012から13シーズン前半はイップスウィッチタウン FC へローン移籍した。 サンテティエンヌとの契約満了後、2013年9月4日にギリシャスーパーリーグのアステラストリポリス FC と1年契約を結んだ。2014年7月23日、FC メスと2年契約を結び、フランスに復帰。翌年7月16日には RC ランスに2年契約で移籍した。ありがとうございます。